はい、えー、それでは令和五年の第二回五、えー、月の担当式試験、えー、監査論の回答速報を始めていきたいと思います、えー、担当は草加ですよろしくお願いいたします、えー、まずね皆さん、えー、本試験お疲れ様でした、えー、監査論どうだったでしょうか 今回は前半と後半で難易度がねかなり違うなという印象を我々は持っております。後半は正直なところ難易度は高くない結構解きやすい問題が多かったなと一方で前半は難しかったですよね。ということで早速ね中身を見ていくんですけれどもまずは全体としての難易度そんな感じですのでじゃあ何点取ればいいんだというところですね皆さん気になっていると思います。 前半の10問目までは、えー、これですね難易度を見ていただいても中まあここれね正当可能性で出してますけども、えー、見ていくとですね10問目までで正当可能性が高い問題はまあ3問程度ですねで中正当可能性が中程度な問題が4問そして正当可能性低い問題が3問ということで前半はですねまあ5点取れたら御の字かなというとこですね。 一方で、えーまあ、3点ぐらいだった方もいるかもしれないけれどもまあ4点合格の平均としてはですねまあ一方で11問目から、ね、最後まで見ていただくとこれはですね13問目を除いて全部正答可能性高いにしてます。ですので、すの まあそうですね、えー、正当可能性高い問題が後半9問あってそのうち欲を言えば9問取ってほしいでも難しければ8問ですね最低8問ということで、えー、これ後半でね8問前半で4問だと12点ということになりますただまあ5月の担当でね合格しかも合格者の平均ということを考えるとまあ後半で9問前半で4から5問 ね、えー、ということで13から14問これぐらいかなというふうに思います。なので14問取れればですねまああのー、もうもう合格者の平均はいってるでしょうね。 でも13問でも十分可能性はありますのでねあのもうとにかく8月,あの8月論文まで時間ありませんから、えー、今回の点数は気にせずに、えー、とにかく論文の勉強していただきたいと思います。えー、もちろん他の科目がね、えー、頑張って結果が良ければですね監査で55だって60だって合格できるわけですから、えー、とにかくね気にしないと、まあ、一応監査論ではそういう形で、えー、全部まとめると正当可能性高い問題が12問、えー、中程度が5問低い問題 が3問だったとということで合格ラインは13から14問程度というふうに、えー、レックのね、えー、監査論の課としてはですね考えているというふうに、えー、お伝えします。はいで、えーとまあ、何せねこれ前半が難しかったので、まあ、皆さんどういう順で解いたか とといいうこともあると思います。えー、ただあのこういう傾向っていうのはよくあることなのでね、まあ、あのこれにびっくりしないでね冷静な気持ちで解けたかどうかというところが大きいかなというふうに思います。はい、じゃあちょっとあのそんな、ね、時間はないですけども、えー、と1問目からざーっと見ていきましょうね。はい えまず問題1これはですね正当可能性は中程度としておりますでなぜ中程度かっていうとこれはですねあのー「う」がね引っかかっちゃった方多かったんじゃないかなというふうに思います公認会計士監査の問題なんですけどねでこれいいですかねちょっとタイトルだけ公認会計士監査ですねで「えー、う」はですねこれよく講義ではやるやつなんですよね 上場会社の監査を担当する公認会計士に関しては、特別に単独監査禁止。これそうですよね。公認会計上場の大会社ね、えー、なんていうのは、あのこの単独監査禁止だし、一定の非監査証明業務も禁止ですよね。ただ、これですよ。就職制限ってこれ大会社に限られなかったですよね。つまり上場会社に限られないんです。だからうは絶対罰なんです。はいで。 絵はですね過去問題で、過去の問題で解いたことがある方は気づけたかもしれないんですがこれね、えー、上場したらですね、最初の3年間は内部統制監査はいらないんですよ。いらない。らな えー、いるのは内部統制報告書これは会社の経営者が作って出さなきゃいけないんですけども内部統制監査に関しては最初の3年間上場後はあいらないということなので、まあ、絵がバツとこうできればね あといは、まあ、あといが、バツつけようがないんですけれども。ちょっとね、あの、うとえで確実に切れないと。あといが、両方丸だっていうところで、ちょっとね、あの、判断しにくかったところがあると思います。なので、まあ、あとは、うとえが誤りってことが分かればね、取れた。だけども、ちょっとね、えー、エが、難しかったっていうのもあるので、中程度と。いうふうに、えー、考えております。 はい、では、えっと、問題に行きましょう問題にはですね,ね、えー、これも、ま、なんかあの傾向としてはちょっと新しいですよね虚偽表示に該当する状況これを示したもの、ねえー、これを示したものの組み合わせとして、えー、適切なものということなんです。でですねこれはでも正当可能性は高いにしました。なぜなぜらば後へは 虚偽表示じゃないんですよ、確実に。だって「あ」はね得意先の売上債権に対する貸し引きの見積もりでこれですよ監査報告書日後にねその得意先の経営状況が悪化したもうこれ知ったこっちゃないよって話ですよね監査報告書日後ですからねまあすごい重大な意見を変えるぐらいの事実だったらこれ事後判明事実ですけどまあそこも書いてないしね、まあ、特に監査報告書日後になんら監査手続きをする義務はないですからまあ,あのここは虚偽表示でも何でもないと。 で絵のですねこの当年度に生じた会社の業績に影響を及ぼす特別な事項について直接的に開示を求める規定、まあ、在期とかでね開示しなさい例えば減損とかだったら減損の中期をしなさいなんていう規定がありますけれどもないとないけども追加的に中期として開示を行ったこれ何て言いましたっけこれは追加情報ですよねえですからあこれはね、えー、まあ認められないということは 当然ありえませんので、これも虚偽表示ではないとまあ、いうところからですね、意投うというふうに判断できたと思いますし、まあ意投だけをね見てもここはあの正しいと判断できたと思いますので、問題にはとって欲しかった問題ということになります。はい、では次に行きまして、えっと問題の3ですね。えー、これは。 ちょっと難しかったと思いますね、えー。精神的独立性の欠如が直接的に認められる状況ですよね。これはあの結構ね考えましたね。あので我々監査論のね、えー、内部のね講師陣でもですねこれはあのちょっと議論にはなりました。ただこれ見ていきますよ。あ監査人は多忙なため 特定定のの監査基準報告書の改定部分分にについいてては十分に理解していなかったとねこれも理解していないっていうのは、まあ、これはそもそもね、えー、まあ監査人のそもそもの、まあ、専門能力とかね実務経験、えー、これが足りないということですから、まあ、あと正当な注意も払えないということですからこれ別にねあの心の状態精神的独立性の欠如が直接影響してるっていうところではないですね。ここはまあ違うと。 ねえー、これあの欠如して経営者とね癒着してるみたいな話じゃなくてこれあの監査基準報告書の改定について理解してないってことは、まあ、どの会社ねどの非監査会社で監査してもこれは問題が起きてくる話で誰か特定の人と癒着してるみたいな話でもないわけです。はい、で「い意図はちょっと置いておいて A ですね監査人は非監査会社より当年度の利益目標を達成するために一部の費用を次年度に繰り延べたいと。 相談されたためこれもそもそもね粉飾ですよね利益目標を達成するんで費用を一部来年にしたいと相談されたんでじゃあくり述べていいですよこれはもう経営者とね、えー、心の状態としてまあ、癒着してますよねだからこの絵っていうのはまさにこれは、えー、精神的独立性の欠如が直接的に認められるもんだということですはいじゃああのー、うを先に見ましょうか うえー、これね「う」は監査人は当初計画していた子会社への多さについて子会社に実際に行って、えー、監査をするっていう計画を立ててたこれについて経営者から合理的な理由がないにもかかわらず多さを拒否されたためやむを得ず多さを実施しなかったと。これ意外と実務でこれは精神的独立性の欠如 が直接的に認められるか。っていうことですが。これ。まずポイントとして。やむを得ずね。多さを実施しなかったと。つまり多さしたかったんですよ。多さしたいにもかかわらず。先方が拒否したと。非監査会社が拒否した。ね。これ拒否されたらどうかっていうと。監査人は。これ監査の固有の限界にもありますけど。監査ね、手続きの性質として。これ、捜査権限ありませんよね。 だ拒否されたら多さ不能なんですよだからまあその後代替手続きか何かやってダメなら監査範囲の制約って話ですよこれ実務的にあり得る話ですでこんなもんでね、あのー、精神的独立性の欠如だ,だって言われちゃったらこれ実務やってたらたまんないですよねこれ多さ拒否されてこれ精神的独立性の欠如だじゃあ監査人として責任を取りなさいっていう話につながったら とてもねえっ、ー、とちょっとねあの監査できないよって話になりますだからあのー、まあうはね実務的にもよくある話だけどこれは精神的独立性の欠如っていう話じゃないですよねでいいですよいい監査人は監査の過程で矛盾する証拠に監査証拠に直面したがこれまで大きな問題がなかったので追加的な監査手続きを実施しなかったと 言ってるわけですね。で、ここってこれまで大きなミスが問題がなかったと。これそもそも、えー、ね、あの監査人はその経営者のね、えー、ことについて、まあ、中立的な立場を取らなきゃいけない話ですよね。予、え、断、ー、を持たない、信頼できるとも信頼できないともまあ、取らないっていうことですよね。だからまそもそもこれ。 これまで大きな問題がなかったんでこの経営者さん大丈夫だろうなんか心の状態として害されてる気がし,ますよ、ね、しかもあの精神的独立性の定義って、えー、倫理規則のね えー、120の15の A1 とかね書いてありますけどもちょっとあの口頭で言いますけど精神的独立性とは職業的専門家としての判断を危うくする影響を受けることなく結論を表明できる精神状態を保ち誠実に行動し客観性と職業的懐疑心を堅持できることこれ懐疑心欠如してますよね。 これまで大きな問題なかったからもう追加の監査手続きやらないってこれ監査人判断しちゃってますよいいですか監査人はやろうと思えば監査手続きをできたにもかかわらず自ら手続きやることを放棄してるんですね？うわ拒否されたので仕方がないできないんですよね？これどっちが直接的に精神的独立性が欠如しているかといったら当然いいですよね だって、自ら追加的な監査手続きを実施しなかったんですもん。ウは拒否されたので、やむを得ず多さを実施しなかった。だからウは、これはあの精神的独立性の欠如って言われると、まあ、我々実務家としても辛いですよ。これで精神的独立性を欠如しているっていうとね、ということで、まあ、あの、家内でもね、議論がありましたけれども、まあね、やっぱり我々実務家としてはですね、これ、えっ、ー、と、伊藤があ。 まあ,あの精神的独立性の欠如が直接的に認められる状況とせざるを得ないし、まああのここはですね、あの逆に意とえじゃなかったらこれはあのちょっと厳しいなという問題だというふうに認識していますね。えー、ここはちょっとね、えー、まそうは言ってもあの議論があるところだと思いますんで、ここはねちょっとあの回答皆さん気になると思いますが、我々は自信を持って意と栄というふうにお伝えしたいと思います。 はいえー、ちょっとこれはね長くあの説明しましたではこの後さサッといきます。 はい、えー問,題4ですね、問題4は、えー、と公認会計士法の問題でこれはね正当可能性中程度ということなんですね。で「まあ」あのところをねちょっと知らなかったよって方が厳しかったですね未成年者は会計士試験受けることはできるけども会計士となることはできないこれ丸なんです未成年者は会計士になれないって会計士法4条に書いてあるんですね。はいでえっ、ー、とー 監査法人でこの合併の際、総社員の同意で、えー、これもいいんですけどもその後ね、監査法人の社員の脱退ですね脱退についてはあのどのぐらいの同意が必要なのかというところなんですがこれはですねあの過半数じゃだめなんですよ、全員の同意が、ね、必要なんです。 まあこれもねちょっと知らなかったという方あの多かったと思いますね、えー、全員の同意がないと脱退できないと社員はですね監査法人の社員で「う」はねこれは知ってたかもしれないですね監査法人はあの監査証明に加えて会計試験に合格した者に対する実務保守を実施これ定款で定めればすることができるんですよだからしなければならないということで「う」は×と。 での会計士の名簿はねこれ過去にも本試験出てますけどもこれは金融庁とかじゃなくて会計士協会で備えるということが求められてるので「絵は「丸と。なので「うんと」うが×「絵が「丸はいけたかもしれないですけど「あ」と「い」がねちょっと判断難しかった人もね多かったと思いますのでこれは正当可能性中程度としています。はいでは問題5に行きましょう。えー、問題5これも難しかったですよね。会計会計社法における 一次会計監査にこれ実務やってる人でもねうって思うような論点でこれは正当可能性低いにしていますちょっとあの受験生に聞くのは酷かなと思いますであはこれ一次会計監査人は会計監査人の選任と同様にこれ同様総会の決議じゃないんですよ同様ではないんです確かに通常の選任は総会ですけども これ何らかのね理由で、えー、急に会計監査人が欠けちゃったという状況ですからあの急いでるんですね急いでる状態で総会の決議っていうのはまあ、そこからちょっと難しいんじゃないかなって思えた方はここでね罰できたかと思いますこれは監査役とかね監査役会があれば監査役会の同意ということになりますのであは誤りなんですねで絵ですね絵を見ていただくと 報酬決定でこれ報酬決定であの監査役の,、ね、あの過半数のあ同意、ねえー、過半数の同意が必要ということなんですよね。ですからあの報酬の、ねえー、金額の決定に関して同意が必要なのは過半数だと知ってれば、まあ、一時会計監査人だけ、えー、全員の同意 ととといいいううのはちょっと考えにくいなということでね通常の会計監査人は監査役がね報酬の決定に関する同意として過半数だということで同じなんだろうなというところから全員を罰にしていただく、まあ、これで「糸」を正解とせざるを得ないかなとまあ糸「だけ見てもねあの罰じゃないって会社法の知識で「意図が丸だとすぐに言えればいいですけどね。ということでちょっと5は難しかったと思います。はい で、えー、と問題6、早速ね、えー、これはもうちゃんと事前に範囲が、ね、明示されていた通り、えー、監査事務所の品質管理、えー、これに関してですね、えー、しっかりね、えー、品規法1号とか2号とか、あと環境220、これ、新しいもの出ますよというふうに発表されていた通り、新しい基準から出ました。 で、この問題の句は、ね、そうは言っても問題やっぱり難しいと思います。中程度正当可能性にしています。であはね、えー、これはあの事務所によって異なると品質管理は、ね、事務所によって異なるこれがむしろ改正の目玉だったんですよ。 ねえー、改正してどの会社でも確実的に品質管理をね定めるんじゃなくてそれは大きいね、えーまあ、会社というか、まあ、監査法人ね監査事務所大規模な監査法人もあるし中小監査法人もあるし、えー、個人会計事務所もあるし、ね、なのであのー、確実的に何かあの定めるっていうことじゃなくてね、えー、かなり柔軟に、えー、柔軟性が確保された基準だと。 いうことですから「あ」が丸っていうところはねまあなんとかいけたし人はいけたと思います。あと「い」のところですね「い」でも、あのー、これ「必須管理基準報告書には監査における不正リスク対応基準に準拠して実施される監査業務を行う監査事務所に遵守が求められる要求事項が含まれている」と「F」がついてるやつですね。でこの要求事項は 監査事務所に新たな品質管理システムの導入を求めてるもんじゃなくて不正リスクに対応する観点から特に留意すべき点に対応したものとこんなのは不正リスク対応基準の設定全文なんかにもね新たにあのあの品質管理システム導入を求めてるわけじゃないっていうようなことが書いてあるところから意も正しいんだろうなというふうに丸にできた方はねここは正解できたと思います。で、えー、その観点でいくかあと「う」と「え」を切るってところなんですけども うはねななななんんかかかだとと思思えたた方も多かったんじゃないかなと思います何かというとこれ、あのー、審査を要しないのっていうのはこれはね幼稚園のみ設置しているかの、えー、まあ私立学校振興助成法の監査これとか任意監査だけに限定列挙されてますよね。ですから、あのー、禁止法監査はこれはあのー、対象外つまり審査を要しないっていうすることはできませんので「う」は罰なんですね。 で、絵がね。難しかったと思いますけど、この引っ掛けって過去問でよく出てるんですよ。不正による重要な競技表示を示唆する状況と。ね、これ義理だったら正しい選択肢なんです。で、疑義と示唆する状況で引っ掛ける問題って過去たくさん出てるね。これがいきなり出るとやっぱり迷ってしまうんですが、ここは議あの示唆する状況じゃなくて義義だったらね。 その疑義に対して修正後の監査計画とか監査手続きの妥当性について事務所として審査が行われるよう審査に関する方針と手続きを定めなきゃいけないってい丸になるんですけども示唆する状況とというところで罰とまあこれもねちょっとあの一筋縄ではいかないということで中程度というふうに考えておりますはいでは問題なのいきましょうこれもね前半難しいですね 監査業務の品質管理に関する問題で業務の方ですね、えー、業務の方なんで基本的には環境220に関する問題ですけどもこれも中程度としてます、はい、ただねこれ「あ」のところでネットワーク外の事務所に所属するものであってもこれ監査手続きを実施するすべてのものこれの監査チームのメンバーだとこれもねあの改正点の大きな話というか、まあ、改正点のポイントでありますのでここは丸なんですね。 で、えーっと、あと次「イはね前からこの,あの品質管理について知ってる方はこの独立性の保持のためのね確認書これを入手するってことは年、ね、一回やんなきゃいけないってことは知ってたと思うんですけどもこれ責任者が自ら確認ってどこにも書いてないんですよ。ね、だから「い」が×ってできるかなというところ。で「う」はこれはもう絶対丸ですよ。監査責任者が全ての監査聴取を再発する必要はないと。だからうは絶対でできるんです。で えのね、えー、この審査とはでこうあってね公認会計症準の代替者等の審査では監査チームが行う経営者とか監査役等に伝達する事項の検討及び評価は必要ないここがツなんです。これは基準に、ね、そう書いまあだまだ円が罰って判断できなかった可能性が高いのでちょっと問題ならもう難しかったということで正当可能性中程度と。 正当可能性中程度の問題って全体で5問ありますのでまあ2問でよく言えば3問できると良かったかなというところですねはい問題7でしたでは問題8、えー、内部統制の不備これね環境265の辺りですよねこの辺もね不備の報告、えー、難しかったんです、えー、正当可能性低いにしております でえー、なぜかというとですねまず1個目これはなんとなく罰にできた方は良かったんですが内部当選の重要な不備全てについて適切な階層の経営者に報告これね全てじゃないんですよね、えーまああの。技術的に全てってきたから罰できた方もそれでそれでいいんですけどもあの経営者に、ね、直,接振るこあの直接報告することが適切じゃない場合を除く えー、経営者が、ね、直接自分で不正をやってるような場合にはです、ねあのー、これ直接報告してもあの意味がないかもしれないので、えー、そういった、ねえー、場合を除くのでここれ全てがとということになりますあとですね医、まあのこの内部当選の重要な不備についてね経営者に速やかに口頭で報告を行った場合に書面とか電磁的記録で監査役等に報告する責任免除されないんですね。 はい、これもまあで「う」の監査人はこれ、えー、内部特性の重要な不備の内容とそれによって見込まれる影響の説明をする経営者とか監査役等にね影響説明をする時に影響額を算定する必要はなくまた必ずしも重要な不備を分類して集約する必要もないということですが、まあ、ここはですね監査人が影響額を算定するこんな話って あの会計上の見積もりの時に監査人がねあの見積もりの数値を直接算定するとかあるいは許容範囲を算定するっていうことはあっても他で監査人が影響額を自ら算定するって話はそもそもあんまりないですよねだから算定する必要はなくっていうのは正しいし、まあ、分類してね集約する必要もないということでここはまあ正しいと。 であと絵もねこれもあの基準結構難しいところなんですけども監査の過程で識別した重要な不備以外の内部当選の不備についてね内部監査人や規制当局等の他の関係者がすでに経営者に報告を行っていた場合にもちろん報告を、ね、追加でする必要はないっていう場合もあるし経営者に報告を行うことが適切な場合もある。 で書いたんです。例えば経営者が交代した時とか新たな情報に気づいた時ねこの場合には、えー、誰かが報告をしてたとしても、えー、改めて経営者に監査人がね報告することもあるとが適切な場合もあるということでまあ問題8はちょっと取れなくていいかなというふうに思っています。で、はい、でははは問問題題9 9いい。きましょう。えー、問題9は内部統制監査ですね。はい で、えー、これはね正当可能性これは高いですここはできなきゃダメです、ね、こういうところで落としちゃうとこれはねちょっと失点としては痛いなぜならばもう「あ」と「う」がねもうそのまんまなんです勉強したまんま「ねえー、あは」はこれはねダイレクトレポーティング、えー、ごめんなさい、えー、我が国の内部統制監査はダイレクトレポーティング採用してないけれどもね内部統制監査において意見を表明するにあたって企業等から直接十分かつ適切な監査証拠を入手する基準のまんまですし「う」の「の、えー 財務省監査とね同一の業務執行者配これ何でやるかっていったら双方ででのの監査証拠の利用ですよねだから内部統制監査で得られた監査証拠を財務省監査に利用するまたその逆もしっかりということでもうこれは後追うしかないのでここは絶対に後追うということになりますでは、えっと、問題10ですね問題10は保証業務に関する問題で保証業務はねこれ難易度の差ってすごく あの激しいんですがこれも正当可能性高いですよなぜならばあとうが絶対罰なんですあね見ていきますけども保証業務は保証業務リスクの程度により合理的保証業務と限定的保証業務分類されますよねで業務実写、まあ、監査で言えば監査人は合理的保証業務を行う場合保証業務リスクを限定的保証業務の場合よりも有意に高い水推進、ねえー、これちゃんと勉強していると高いっていうのは罰ですなぜならば 保証業務リスクって監査で言えば監査リスクのことですよ。監査リスクを、ね、合理的保証業務の場合は限定的保証業務よりも監査リスクですからね合理的に低い水準ですよね,ねだから保証水準は、えー、まあ高い水準になると合理的に高い水準になるとこれ逆です。あは絶対とで「うの」のこの保証業務でこれ合意された手続きこれはありえないですよね。 合意された手続きは保証業務じゃないってことを知っていれば、うも罰なので、まあこれは後うが絶対罰なので、これで切れるというところで問題順もできてほしかった、絶対できてほしかった問題ということになります。はい、では問題11ここからですよね。ここからどれだけ取れるかっていうのが本当の勝負だったと思います。えー、問題11からですけども、えー、先にもう一回言っときますけど、問題13を除いてすべて正当可能性高いとしてます。 はい、で「あの」の、まあ、守秘義務違反した時には刑事罰の対象となることがあると、まあ、ここは分かんなくてもね、まあ、常識的に丸かなと思うかもしれない、まあ、ただここ分かんなくても次「い」のこれね、えー、会計士が非監査証明業務に従事するした時に知った秘密は守秘義務の対象とならないわけがないですよね業務上知り得た秘密は全て守秘義務の対象になりますからいわ、ねえー、罰と。 で、えっと「う」のこれもよく見る条文というかね規定ですよね監査人予定者がその監査のね、えー、その会社との監査契約を締結しなかったとしても守秘義務は負いますし、えー、負いますと「でえ」のこれ「会計監査時の特定社員は会計士である社員と同様に守秘義務を負います」当然負いますが社特定社員で亡くなった時に守秘義務が解除されるこれだと守秘義務の意味が何もないですよね。ということでまあここはあと「う」 取れて欲しかかったかなといいう,うに思いますこんんなな絵の規定なんかありませんからね、まあ、絵はこういうない規定をねあたかもまことしやかに作るっていうのはこの本試験の難しさですけどね、えー、まあこんなの,あのもしこんな規定があるんだったらとっくに皆さん勉強してますからこれですよね,ねその規定嘘の規定っていうのはなんか本当っぽく見えますけどそんなに大事な規定はあるんだったら皆さん勉強してますから堂々と自信を持って切ってください。 はいでは問題12職業的会議じゃあ見ていきますが問題12はね「あ」と「う」が絶対罰なんですよ。で「あの」のこのね「会議審における経営者が誠実であるとの想定は不正リスク対応基準の設定によって変更された違いますよね不正リスク対応基準の全文に書いてありますけど誠実であるとも不誠実であるとも取らない、ね、予断を持たないっていうことは あの今までと変わらず不正リスク対応基準でも同じ立場を取ってるんだということで書いてありますからね、えー、これはあのは立立ていあと「う、ね」ウのこの監査を実施した,きた経験に基づいてね、えー、誠実性を疑う理由がない場合は会議審を保持する必要性が軽減されないですよね。 これはもう絶対罰ですよね。ということでまあこれもあと「う」が罰なので「えー、意図へ」ということで選んでいただきたかったということになります。はいでは問題13に行きましょう。監査計画。これはねちょっと正当可能性後半で唯一中程度というふうにしております。えー、なぜかと見ていきましょう。まあ、消去法でこれも解くのがいいのかなと思いますがあのね 監査計画には監査の基本的な方針と詳細な監査計画がありますよと。で基本的な方針で策定される監査手続きにはリスク評価手続きこれリスク評価手続きってこれ環境ね300かなよく読むとリスク評価手続きは詳細な監査計画なんですだから基本的な方針じゃないんです。ねねね、えー、ここれれちょっっと難しかったかもしかかたもないいでです、ね、はい、で今この、ねえー 監査の基本的な方針を策定する際に決定する重要性の基準値、これは特定の財務諸表項目に対して設定されることもありますよね。例えば、あの製薬会社のね。研究開発費のように投資家があの財務省の利用者がその勘定科目にね。特に重きを置いているような科目があるということであれば、設定することはありますので、えー、設定されるものではない。っていうところがバツとはい。 でウ、えー、はねこれはもう絶対丸なんですよ監査要点というのは立証すべき目標ですねで財務省項目に対して監査要点を設定するもうこれは基本中の基本でエはねここがあの丸できなかった方もいると思うんですがこれは平成14年の改定前文に書いてあるんですね監査計画ってリスクアプローチの採用で一層重要となりましたよと えー、すなわちリスクアプローチの採用でリスクの評価と監査手続き監査証拠の評価監査意見の形成といった監査の一連の活動の相関性が増しこれらの活動を適切に管理するために監査計画が、えー、重要ですよとこれそのまんまだその通りなのでね、えー、まあここはあると、うん、ちょっと難しかったかなと思います。はい、では、えっと、問題の14にいきましょう。 不正による重要な虚偽表示リスクの問題ここから最後までずっとね正当可能性高い問題ですから、えー、全部できてほしいというのが願いではあります。はいえー、これはねもうあと絵が丸なので、えー、ともうそれで回答できるとあの売上高や当期純利益など財務数値の目標達成に対して経営者と営業担当者が、えー、強いプレッシャーを受けているまさにこれねプレッシャー動機プレッシャーこれは不正リスク要因ですよね。 不正要因となり得絵、はい、の経営者の内部当選の無効化ねこれは程度の差こそあれ、えーね、いきなり行われるあの、まあ、予期せぬ状態で行われてどの会社にも存在する、えー、リスクであってこれは不正による重要な虚偽表示リスクだから特権リスクとしなきゃいけないこれ超有名な話ですよ。ね、だから、まあとへこれは絶対丸にしてほしかったなというところですね。はい では問題15いきましょうリスク評価手続きですはい、えー、問題15はですねこれアとウが絶対バツですね、えー、まずあの監査リスクって監査人が監査手続きを実施しても緩和してしまうリスクこれ違いますよねこれ発見リスクですよねはい。ということでアは絶対バツですでウはねちょっとあの環境の 315の11の括弧5に書いてあるんですが新しくね環境変わってますからここをちゃんと勉強できてないとつらかったと思うんですがこれ関連するアサーションでも書いてくれてますよね関連するアサーションちゃんと重要な虚偽表示リスクが識別されたアサーション書いてくれてます。これかどうか判断する場合にはこれね内部統制の影響を考慮しないと考慮する前に判断しましょうつまり統制リスクは考慮しないんだと。 言って基準上書いてありますのでウのね、かん固有リスクと統制リスクの両方の評価をしなきゃいけないっていうのが誤りということになりますまあウがねあのちょっと勉強してなかったよって方は難しかったかもしれないんですがまああのそうですねあと後へごめんなさい意図へも見ていただくとこれもあの勉強している基準通りという感じなのでまあ ウがね罰できなかったとしてもイとエがまるということも言えるとは思います。で問題十六に行きましょう、えー。リスク対応手続きに関する問題です。はい。でえっ、ー、と問題のね十六はですね、これも正当可能性が高い問題というふうにしています。でこれはあとイがまるなんですよね。 でこの A の、えー、評価したリスクへの対応という点では種類が最も重要と、まあ、これはね、えっとまあ、講義でもあのやってますし当連とかでも、ね、時々出すような話なんですけどもこれは、まあ、あのよくあの出る話です。で、えっと、E の、えー、このね、えー、重要な競技表示リスクは特権リスクの場合ですよ特権リスクの場合に、えー、個別に対応する実証手続きをやらなきゃいけない。その場合に 内部統制に移しないつまり運用評価手続きをやんないんだったら詳細テストやんなきゃいけないとこれも絶対丸ですよね。ということでこれももう後に見た瞬間に丸とだからね後半の問題ってなんかもう2つでで切れちゃうんですよね、あのー、なので正当可能性高いにしてますなんか3つで迷うっていうのが問題13くらいかなっていうところなのであの後半はすごいこう分離してるますね解きやすい問題というか勉強ちゃんとしてればですよ。 だからいい問題ですよね。受験生がちゃんと報われるような問題、後半特に思います。では、問題17行きましょう。監査の過程で識別した虚偽表示の評価ですね。はいで問題17えー、まあ、もちろん正答化の成功はね。これ高いなんですけども。あと絵が絶対丸なんです。これ青もこれそのまんまですよね。 えー、重要性があると判断される虚偽表示と比べてごくごめんなさいごく少額な水準として定めたのが明らかに禁章な、ねえー、虚偽表示で明らかに禁章かどうかについて疑義がある場合は明らかに禁章でないと判断し集計しなきゃいけないとまあ、さにそのままですし 絵,ですね、絵の未修正の虚偽表示のうち重要な虚偽表示がある場合には監査人は監査役等が経営者に重要な虚偽表示の修正を求めることができるように報告書日よりも前に監査役等とのコミュニケーションを行うことが必要とそうですよ、ねえー、これ修正できる猶予が、ねえー、ある必要がありますよ。監査報告書日より後に言っても、ね、もうこれは修正でできないですからね。ということでまあ絵も丸なんですね。 はい、あとはまあ「い、まあ」と「う」も罰にできるかもしれないですが、まあと「絵がね「えー、丸というところでこれは問題17解けると思います。はい、えー、問題18出ましたね。えー、直前でね5月の頭になって、えー、グループ監査は換気法古い600が出ますよっていうコメントがあって出るんじゃないかなって予想してたらやっぱり出ていたと。 いうことです、ね、まあそんなにこれあのそこ知らなくても影響はなかったとは思いますけども、えー、まずねあのえっとこれグループか財務省に関する監査の基準まあグループ監査のね環境600っていうのはこれ連結財務省だ,だけじゃなくてね例えば本支店のようにね個別財務省が複数の構成単位から作成される場合とか単一の、ね、構成単位から作成される財務省の監査において他の監査人を関与させる場合にも必要に応じて適用とまさにその通りです。 はい、であとこの「い」もね更生単位の財務情報に関する作業の実施を更生単位の監査人に依頼する場合に更生単位の監査人が同じネットワークに属する他の事務所に所属していても、まあ、これ独立性に問題ないから理解しなきゃいけないとなので「う、まあ e」で U、もですねこれ更生単位の,ー体のね、監査人にグループ監査チームが指示することは求められてるけれども作業を評価する必要ない。 この評価しましまょうと規定がありましたであと A のグループ監査チームは生単体の財務情報の監査とかレビューを実施する場合に用いる公単体の重要性の基準値を決定しなくちゃいけないと、ねえー、これ新しい環境だったら公単体の手続き実施上の重要性に変わってますけどもここでねあ古い基準が出てるなっていうのは分かるんですね。だからあんなあの試験直前に範囲を発表ししたんでしょうけども、えー あの新しい環境600だと構成単位の重要性の基準値っていうのは出てこないんですよ構成単位の手続き実施上の重要性としか出てこないだから今後論文をね受ける皆さんは、えー、構成単位の重要性の基準値っていうのはこれはもうね今後は出てこないと思ってくださいこの担当は旧環境600なので構成単位の重要性の基準値決定しなくちゃいけないとこれはまあねえー、ですがこの構成単位の重要性の基準値はグループ全体としての重要性の基準値よりこれ低くですよねなのでまあ絵も絶対バスと。 いうことでまあ、解けるかなという問題です。はい。では問題19監査報告書に関する記述です。はい。えー、これも正当可能性が高いんですが、伊藤がまるでいけるかなと思います。あのあのね特別目的の財務省に関する監査報告書でカムを記載してはならない。こんなの知らないですよね。こんなのないです。 えー、まあむしろカムでも記載することがあるういう知らない話はね、まあ、罰にできるこの強い、ね、精神力を持って射止めると良かったんですが、まあ、ただね「イ」のこの「カム」監査上の主要な検討事項のね、えー、に該当することがない場合でもタイトルをね監査報告書で、えー「監査上の主要な検討事項」っていう見出しを付して「えー、該当ありません」って書かなきゃいけないこれはまあ有名な話です。でウの えー、継続企を前提と、ね、そして財務省を作ることが適切じゃない場合に、えー、継続企を前提とした財務省はこれは不適正意見と理由これもそのまんまということですね。で絵のこの監査報告書中の経営者及び監査役等の責任は常に継続企業の話書きますからね絵、えー、は罰ということで、まあ、問題19も、えー、これもまあ解きやすい問題でした。で問題20が監査報告ですね。 えー、これは「監査報告書」ではなくて「監査報告」はい、えー、でこれがですね、まあ、これ「後絵が絶対バツですね。というのは「あ」の監査人は監査の過程で監査役等と協議した事項の中から特に注意を払った事項を決定しそれでねその中に職業的専門家として特に重要だというふうに判断した事項を主要な検討事項とするんですけどここね職業的専門家として特に重要だと判断したっていうのがないですよねここにない。だからあはバツと 絵の、えー、とこの特別目的の、ねえー、財務諸表についてはその監査報告書でね他の目的で利用他の目的には適合しない、ねえー、可能性があると、まあ、これを書くんであって他の目的で利用できる場合があるっていうそういう書き方はしませんからね絵も誤りと、はい、まああの「い、e」のね、えー、これも実は基準にはそのまま載ってるんですよ。 我が国においてね、えー、一般に公正だと,と認められる監査の基準に基づいて財務省に対する意見表明する責任に加えてその他の報告責任がある場合は財務省の監査とは別の区分っていうのはそのまま環境に規定があるしあとですね将来の帰結が予測し得ない事象ねまたは状況があった時にこれでね、えー、その影響が複合的かつ多岐にわたる場合は、えー、これですよ監査範囲の制約に準じて意見表明しないことがあるとまさにその通りですよね。はい、ということになります。 なので今一度ですねこの全体を見ていくとやっぱりね前半が難しかったななとということになりますね、えー、前半は本当に難しかった特に問題さんは議論があると思いますがまあただね えー、回答はあの問題さんが5番ということで、えー、これでですね、えー、まあもう一度繰り返しになりますが正答可能性高い問題12問中程度5問低3問なので12問中まあそうですね10問から11問取るとで中程度の問題は3問ぐらい取ると、ね、で低は取れなくていいとすると、まあ、14問ぐらい取れると理想的かなと。 ただあの13問ぐらいでも絶対諦めちゃいけないしもちろんもうちょっとね低くても諦めちゃいけないんですがあの監査ではそのぐらいが理想的だったなという,ふうに考えかくね、えー、まああの試験本当にお疲れ様でした、えー、もう次ね8月まで時間はとにかくないですないですからあのまあねあの気持ち的にね大変な面もあると思いますがとにかく忘れて、えー、次ね、えー 本試験に向けて、論文式本試験に向けて、えー、合格発表までしっかりとやってください。えー、そこの、ねえー、合格発表までの期間、えー、勉強できるかできないかで、結構、ね、論文で差がついてくると思いますので、ぜひ頑張っていただきたいと思います。はいえー、それでは、ね、監査論のこの令和五年第二回五月担当式本試験の回答速報を終わりにしたいと思います。えー、どうも、皆さん、お疲れ様でした。